先日東京ビッグサイトで行われたテクノフロンティアという結構デカめの展示会のブースで電解コンデンサの分解セミナーをやりました。実際にお客さんの前で電解コンデンサを分解しています。今回の動画かなり楽しめるものになるかと思いますので、ぜひご覧ください。それではお待たせしました。 AIC テックのセミナーを始めさせていただきたいと思います。今回はですね、弊社が提供しております大型のコンデンサーをこの場で分解しまして、構造面から技術的なポイントを解説したいというふうに思っております。以前弊社の以前動画でもご一緒させていただきました人気 YouTuber の知見さんに今回はこの場にお越しいただきまして、得意の解体をですねこの場で実演してもらいながら、構造面からの技術的なポイントについてこの場で解説していただきたいと思います。それでは知見さん、よろしくお願いいたします。大変お待たせしました、一見です。コンデンサーをですね、分解ショーということで始めたいと思います。でですね、やはり最終日の最終のセミナーということもあってですね、今まで以上にお客さん集まっております。この前のですね、タイムスロットでですね、お客さんが集まりすぎてちょっと主催者側からですね、AIC 側に怒られが発生しまして、ぜひですね、前の方に寄っていただければと思います。嬉しい悲鳴というやつですね。でですね、今日はこちらのアルミ電解コンデンサーを分解しながら、その、内部の構造であったり、あとは AIC テックさんのですね、持っている技術的なポイントであったりだとか、そういったことをですね、解説していきます。ですね、今日はですね、大変残念なんですけども、一見の動画の中でお約束になっているですね、発煙、破裂、爆発はありませんので、ご安心ください。ですね、以前ですね、AIC テックさんの方、電解コンデンサーの工場に見学していますので、もしですね、YouTube の方まだ見ていない方は、ぜひご覧になってください。一見電解コンデンサーで検索すれば出てきます。ついでにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではですね、早速スタートしたいと思います。こちらがですね、本日分解するアルミ電解コンデンサーになります。AIC テックでもトップクラスに大きいものを今回用意してもらいました。350V 定格ですね。そして静電容量が5万1000マイクロファラッドと、超ド級のアルミ電解コンデンサになっています。でこのクラスのですね、アルミ電解コンデンサを分解するということはですね、なかなかないかと思います。本日のセミナーですね、大変貴重な映像になるかと思います。でまずモニターの方を一度見ていただきたいんですけども、アルミ電解コンデンサの簡単な製造工程です。まずですね、電解コンデンサの原料となるですね、アルミ箔にスリット切っていきます。でそのですね、帯状に切った箔をですね、巻き取っていきます。こちらは電解紙と一緒に巻き取っていきます。でその後ですね、眼振、電解液を含ませる、そして組み立て、再加成、検査の工程です。で本日はですね、分解ですので、この工程とは逆の工程をたどっていきます。ではですね、早速アルミ電解コンデンサー開けていきましょう。今日はですね、分解用にサンプルを特別に作ってもらいました。アルミケースの中にこのように電解コンデンサーの素子が入っています。で素子を取り出すとこんな感じで非常に大きいです。中身アルミですので非常にずっしりとしています。通常はこれ電解液が眼振してあって湿っている状態なんですね。ですけども今回は特別にしてもらって、眼振前の素の素子をですね、用意してもらいました。このように乾いています。で普段一見の事務所で分解する電解コンデンサーは基本的に眼振してあるものですので、こういうふうに乾燥していると非常に新鮮なちょっと感じがしますね。この素子にですね、アルミの陽極箔と陰極箔、プラスとマイナスの箔が巻いてあると。でそれと一緒にですね、電解紙も巻いてあります。でこの取り出したいですね、蓋のところをちょっと注目してほしいんですけども、このですね、ゴムの輪っかみたいのが蓋のところにこういうふうにかぶさっています。でここにですね、アルミのケースをこういうふうにカールしてかしめると、そしてですね、中に入っている電解液が蒸発しないようにですね、なっています。でこちらの蓋のところ注目してほしいんですけど、こっちがあるの分かりますでしょうか。こちら防爆弁です。これがあることでですね、中の圧力が高まってもプシューっていってここから出ていってくれるんですね。もしですね、これ非常に重要な保安部品なんですけど、もしこれがですね、うまく動作しないとプシューで終わればいいんですけど、おそらくボンっていうふうに爆発するだろうというふうになっています。非常に重要な保安部品です。でここでですね、リード線をですね、切っていきます。
ここにリード線が出ているんですけども、こちら、バッチンバッチンと切ってしまいます。これアルミでできています。でですね、今回のアルミ電解コンデンサー、少し特殊なものを用意してもらっています。それは何かというとですね、陽極箔が2枚入ってるんですね。通常1枚なんですけども、こちら2枚入っているものを用意してもらいました。ダブル箔構造というやつですね。そうすることで静電容量も従来のものと比べて大きくすることができます。そしてですね、何より低核電流も大きくなると、大電流を流せるわけですね。素晴らしい電解コンデンサーになります。次にこの素子の底面部分を一度見てもらいましょう。こちらですね、見てお分かりの通り箔がむき出しになっています。これは陰極マイナスの方ですね。これですね、ケースの底も一緒に見てもらうと、こちらも何かむき出しになっています。つまりですね、このケースと素子のアルミ同士を接触させて素子中心部の熱を逃がすという構造になっています。なので放熱に優れているわけです。つまりですね、より多くの電流を流せるようになります。このくらいですね、大きいものですと通常固定材をですね、この中に充填して固定することがあるかなと思うのですけども、これは固定材を使わず、かつですね、対振動性を確保した、そしてさらに熱を逃がすと、そういった構造になっています。すごいですね。次にいよいよ素子を開いていきます。こちら素子を見てみると、テープで何箇所か固定されています。これをですね、肩でスパッといってしまいましょう。はい、来ました。この素子のですね、上のところ、リード線のところを見てみると、こういうふうにテープはみ出しているのお分かりでしょうか。これですね、このわざとはみ出してるんですね。これなんでかっていうと、このアルミケースとこのリード線の部分が接触しないようにわざとはみ出しています。ですね、これをこの後分解していくんですけど、これですね、結構長く巻いてあるんですね。箔が見えてくるまで1メートルくらいほどく必要があります。ですので今回はキューピー3分クッキング方式であらかじめ剥いたものを用意しました。まずほどいていくとですね、こちら電解紙が見えますね。でさらにほどいていくと、何か金属光沢のある箔が見えてきました。これが陰極箔ですね、マイナス側の箔になります。さらにめくっていくと、電解紙が見えて、そしてさらにめくっていくと、今度はですね、艶消しの箔が見えてきました。これが陽極箔プラス側の箔になります。でですね、これ先ほど、ご説明した通りですね、ダブル箔構造といって、こういうふうに2枚ペラっていうふうに、ちゃんと重なっている、そういったものになっています。でこのダブル箔構造ですね、静電容量を増やせるということで、大体ですね 30% ぐらい増えるかなといったところですね。でこのですね、陽極箔さらにすごいんですね。このですね、箔をもうスライドの方を見てほしいんですけども、箔をですね2枚重ねるとですね、通常だったら厚い1枚の箔のように見えてしまうんですね。なのでダブル箔構造の箔の場合ですね、エッチングの工程で箔を貫通するようにピットを掘っていきます。で貫通した箔を使うと、箔の間を電荷が通過できるようになります。だからこのダブル箔構造を使うと静電容量が大きくなります。でこの貫通ピットあるんですけども、実際にですね、電荷が通過するですね、様子をデモンストレーションしてみたいと思います。これですね、貫通箔ですね。ちょっと何か書いてみます。こういう風に、はい、こういうふうに書くとですね、なんと、液が通過するんですね。これ貫通している証拠です。ちなみにですね、これ初日に文字を書くのを失敗しまして、ちょっと恥ずかしい思いをしました。鏡文字になっています。でこれさらに文字を例えば書いてみると、先ほどこの裏面には何もありませんでしたが、ちゃんと文字が浮かび上がっていると、こういうふうにしっかりと貫通しています。そうですね、貫通していない箔も今回用意しました。こちらです。ここも同じように何かこういうふうに書いてみると、そして裏面を見てみると貫通していません。はい。これがですね、電荷が通過する様子のデモンストレーションになります。ただですね、この、貫通箔なんですけども、強度が少し弱いんですね。実際に割ってみたいと思います。こういうふうに曲げて、
曲げていくと、はい、割れてしまいました。パリッという感じで。もう一回行ってみましょう。こういうふうに曲げて曲げて曲げて、パリッ。はい。ちょっとね、もしかしたら音も聞こえるかもしれないので、マイクに近づけてやってみます。まあ、こんな感じですね。で、こちらのですね、箔、後で皆さんにも、割っていただく用のやつ用意しておりますので、このですね、セミナーが終わった後、ぜひ割ってみてください。はい。ちょっと怪我だけにはね、気をつけてください。でですね、この貫通箔ですね、まあ、こういうふうに非常に脆いわけなんですけども、このですね、脆い箔をですね、巻いていく、そういった技術も非常に重要になってきます。まあ、箔が割れないように、綿密にですね、その力の加減、巻きのスピードをコントロールして巻いていくと、非常に、まあ、重要な技術になります。で、この巻いていくときにですね、箔がちょっとずれたりすることがあるかと思うんですけども、そうするとですね、ESR が増える原因になったり、あとは箔と箔の間で短絡したりしてしまいますので、そういった巻きのコントロールも非常に大切です。次はですね、タブの構造を見ていきたいと思います。このリード線が出ているところですね、何かポツポツポツっていうのができました。こういうふうにリード線とですね、箔がこれは圧接されています。こういうふうにリード線をですね、引っ張っていくとパチ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 っていうふうに外れていきます。でも箔はこれ割れてないんですね。このですね、こう脆い箔とですね、リード線を圧接する技術、その圧力のコントロール、そういったものも非常にですね、重要になってきます。で、ここまでですね、アルミ電解コンデンサーの分解が終了しました。さすがにですね、ここまで大きいアルミ電解コンデンサーを分解することはないかと思います。非常に貴重な映像セミナーとなりました。でですね、最後にAIC テックさんのですね、製品紹介の方になります。こちら見ていただくと、 AIC テック電解コンデンサー、フィルムキャパシタ、リチウムイオンキャパシタなどいろいろラインナップあります。で、カスタムにもですね、対応しております。もしですね、カスタム品欲しいというお客様いらっしゃいましたらですね、この後ブースの方に立ち寄っていただいて、ぜひですね、お問い合わせいただければと思います。でですね、それ以外にもこちら本日キャパシタもですね、実は分解したものを用意しております。この箔の構造少し面白くなっていて、保安機構のヒューズとかがですね、この箔に乗着されています。ぜひですね、一度手に取って見てみてください。で、この後ですね、こちらのブースの方にも、サンプル品、製品ありますので、電解コンデンサー、フィルムキャパシタ含めて、ぜひご覧になってください。ということでですね、本日のこちら、アルミ電解コンデンサーの分解セミナー、終了といたします。ありがとうございました。というわけで、電解コンデンサーの分解セミナーでした。想定より多くの人が集まりましたし、やってよかったです。AIC テックの人たちもかなり満足していました。もしこの動画を見て、うちの会社でも同じようなことをやってほしいという方いましたら、概要欄の方にあるメールアドレスまでお問い合わせください。というわけで、今日のスポンサーのアルティウムの紹介です。どうぞ。アルティームはプリント基板エディターの機能はもちろんのこと、オンラインサーバーでチームと回路図、PCB の共有、回路のデザインレビューもできます。部品在庫をディジキー、マウザーなどでリアルタイムで確認など、プリント基板の設計をより効率的にする機能が満載です。まずは無料体験版があるので、そちらを使って良さそうだったら、ぜひ職場での導入を検討してみてください。概要欄のリンクから購入してもらいますと割引になります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。